帝王ケインズ、帝王賞を視野に。ドバイワールドカップ4着の帝王ケインズは帝王賞を視野にすることがわかりました。リプレイ見直すと帝王ケインズもかなり強い競馬しとるな。去年のチャンピオンズカップは本当に何で負けたんだろうな。前受けして残ったのあいつとアルジールスだけやしな。ドスローなのが全てやろ。ドバイダブルシーはウシュバテソーロばっか目立ってたけど地味にエンブレムロードの末足やばかったよな。あそこからまさか帝王抜くとは思わなかった。サウジカップでも出遅れから6着やし、ユーマヤは。ウシュバテソーロ、帝王ケインズ帝王賞出るんか、アホな、またボコリに行きますか。こいつと帝王ケインズは被るから帝王ケインズはこれから地獄やな。ようやく上の強い奴らいなくなって無双すっかってなったら上の世代より化け物出てくるとか運ないわ。ウシュバテソーロは秋まで休養して海外なので、帝王ケインズは地方 G1 総なめできるチャンスだと思います。ウシュバテソーロと帝王ケインズはまだ完全に実力の上下が決まったわけではないと思うから再戦してほしいけどな。そこまで流れずに行って帝王ケインズが抜け出せばウシュバテソーロの差し損ねねはあり得るし。川崎やっけ？帝王ケインズの必勝パターンから余裕で刺されてたから無理じゃね？中盤から刺す。最後方から刺すのにパターンで完封されとるし。ウシュバテソーロが帝王出たら帝王ケインズいても 1.3 倍とかやろな。こいつとイクイノックスが負ける姿がもう想像できんもん。言うてウシュバはアシスト的に後ろのバカどもになるのが容易に想像できるわ。ウシュバテソーロは中盤ら辺でもやれてるやん。負ける姿が想像できんって馬が今まで負けた試しいっぱいあるやん。エクフォリア、アーモンドアイ、ディープインパクト。頭が。来年の3歳来たらワンちゃん。今の格付け済んでるメンツではイクイノックスウシュバテソーロは負けんやろ、騎手がやらかさない限り。ドバイ勝ったウシュバより帝王が人気することはさすがにないやろな。東大でも圧巻やし帝王賞も出ればウシュバ解体はな出るかはわからんけど。ウシュバテソーロは秋まで休養とのことです。帝王ケインズはオメガ中は倒していきってたらウシュバとかいうガチの怪物が出てきてどうしようもなくなったな。まあそもそもクリソベリル消えてから出てきた馬やしな。動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。いいねまたはチャンネル登録お願いします。